こんばんは。最終日タワーやっていこうかなと思います。一応昨日ねレート2649あたりまで行けたんですけど、ただいまのレートは2363です。はい、もうマジで勝ててません。最初はね最高レートのその2649で放置しようかなとも思った、放置した方が良かったんかなと思ったんですけど、結局ね2桁ボーダーは2649超えてるんで、まあどっちにしろダメでしたね。ということでまあねちょっと反省会をしつつやっていくんですけど、まあねあの PS 不足ももちろん感じますけど、そらねあの PS があれば勝てたシーンもあったので感じますけど、何よりもやっぱねもうキャラ差がおかしいと思う。本当に勝てません。もう理不尽なキャラが本当に格好と言いすぎてもう本当にやばいっすね。よいしょ、ない、ほい、オッケー。多分キャラ変えてきますよね。白あたり、あ変えてこない。ちょお前行こうかな。ほっ、おおうまそっか、スマッシュ返しできんだもんねこいつ。うまいね、さすが高レートでね。まああの覚悟と自分嫌いなキャラいるんですけど、ちょっと今考えがまとまらないのでちょっと一回勘弁してください。次の試合あたりで喋ろうかな。ほっ、でかい、それでかいな。エアモードってやっぱこんな感じでさ暴発しやすいからさ、そこが難しいポイントなんですよね。アスラとかもめちゃくちゃ強いキャラではあるんですけど、やっぱ習熟によるのでかなり評価が難しいキャラかなと思いますね。お解除食らっちゃうとさすがにきついっすね。解除が終わってこのどうしよっかな。白でも出すか、ああいやこっちかな。いやーちょっと喉が鳴ってきましたね。一応ね昨日10時間で今日ああの昼あたりから1時間ぐらいやってたんですけど、マジで無理でしたみんななんかね、まあ、キャラもそうなんですけど、レートが低い上にキャラ強い人結構多くてかなり強かった。やっぱなんか、PS じゃどうにもならない壁ってものもなんかあるなぁとはちょっと感じましたね。いやーきついな、うまいなぁ、さすが。どうしよっかなぁ、前でライスを止められちゃうとさすがに耐えられちゃうんですよね。このままいってもちょっとねダメだけど、でも白に変えたところで正直変わらないので、こい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 、危ない。おおでこ暴発してくれたでか。はい、ただいまのレートは2416になってます。でね、さっきさ個人的に加工してほしいキャラっていうのは、グラスで言うとラインズマン、ミュウエ、ひまわり、セレナあたりですね。ミュウエに関しては本当アホだと思う、作った人マジでアホだと思う。ウェイギブ、えなんで。はい、ただいまのレートは2470となってます。でさっきの続きなんですけど、ミュウエに関しては格ジャス消すだけでもだいぶマシかなって思いますね。今ねやっぱねミクが加工されていなくなったからすげえウキウキしてるんですよね、ミュウエが。だからちょっとねもうちょっと対策出してくれてもいいんじゃないかなと思いますけどね。闇あたりがミュウエの対策になんないかなとちょっと思ってます。で次がひまわりですかね。ひまわりは頭おかしい速度でオンザ打ってきたりとか、ヘビーとかねそこら辺があったりするんで、まあ、そこら辺がやばいと思うんですけど、個人的にはまあヘビー消してほしいかなヘビーだってあれダイレクト向こうとかさ、不要向こう持ってなかったら確定もう負けるじゃん、あのタイム。だからヘビーは消してほしいなと思いますね。で次セレナなんですけど、セレナはさ無限に耐久してくるじゃんそれがずるいからさ、個人的にはS1 の消費もちょっと重くしてほしいっていうのと、あと羽が強すぎる、ノクバが強すぎる。あれもさ羽食らったらさ確定いってんじゃん。だからちょっともうちょっと羽のノクバを弱くしてほしいっていうのはありますよね。それか羽はリープをなんか3回ぐらいしないと出てこないとか、そんぐらい儲けてもいいぐらい強いと思うんですけどね。やばい、ちょっと待って、フェネッカやばい、フェネッカやばいフェネッカやばいって。で次ハードはアイリス、イチカ、アイシャ、ルメンあたりですね。クロカとかハルとかもやばいんですけど、まあまだ PS 次第なとこもあるんで許容範囲かなと思うんですけど、いやーやばい、いやーラッキーちょっと強いでまあいいや、1人目アイリスはまずね頭おかしい。時止めが10秒でできるってのがちょっと頭おかしいんですよ。なのでまあ例えばSS 打つ前の20秒とか、あとはSS で時止めが復活しないとか、そんぐらいしないとダメなぐらいなんかなとちょっと思います。
なので、時止めの時間を長くするのと、まあ、SS でクールタイムが回復しないようになるっていうのがまあ必須かなと思いますね。あとなんか確定で解除になっちゃうっていうバグがあるらしいんですけど、あれも直した方がいいですよね。さすがにあれはあっちゃいけないバグだと思う。だからあれも直しつつ、クールタイム、時止めのクールタイムをなんとかしてほしいなってちょっと思いますね。次いきますか。ただいまのレートは2473となってます。ちょっと続き喋っていくんですけど、次イチカですね。イチカは、まあ、正直アイリスとかアイシャがいるから落ち着いてはいるんですけど、まあ、それでも頭おかしいキャラなので、もうちょっと、15秒の間は SS がたまらないとかしてもいいのかなとは思いますね。まあそれはアイリスとかアイシャを加工してからですけど、イチカだけ加工するのはちょっとあれなので、ちょっと他のキャラも加工しつつっていう。危ねえ危ない。はい。で次がアイシャですね。アイシャって全然なんか騒がれてないんですけど、本当に頭おかしいと思います。あれ後ろで芋ってさ、で相手の SS をカウンターしてるだけで自分嫌なので、普通に強いと思うんですけど、なんで騒がれてないんですかね。あれマジで強いと思うんだけどな。で次がルミエですね。ルミエはまあイチカの時もで今のアイリスも悪さしすぎなんですよ。なのでリーダースキル変えた方がいいと思う。それか蓄積の速度を下げるとかくらいしないと、マジでダメだと思う。あれ普通はループしちゃいけないキャラがループしたりとかさ、回転上がっちゃいけないキャラが上がっちゃったりさしちゃうからさ、加工すべきだと思う。あとギミックの吸引もやばすぎですよね。なのでもうちょっと弱くしてもいいと思うんだけどなーって自分は思いますね。で次がラインズマンニオーじゃない、クレイですね。ネタバレしちゃった。ラインズマンニオーとかシローとかルカとかエムセレナとかそこら辺ですかね。まあ、ジン3人組なんですけど、何よりもやっぱね守り硬すぎ。ちょっとね、とりあえず守りをね取ってから始めなきゃいけないのでやばすぎ。特にニオー、シロールカはまあまだ対策いるからあれだけど、ニオーに関してはマジ無理。マジクレイ最強だと思ってます。いやマジでニオーだってさ、割れてもさ同じとこにさすぐ腫れるんだ。あれ強すぎでしょ。マジでダメだと思う。あれだから同じところに腫れないとか、あとは5秒間ぐらいクールタイム設けるとか、それぐらいしないとマジでニオーはダメだと思いますね。であとはエムセレナって一応加工されたんですけど、加工されてないよね、安静の。マジで加工を してんのに意味ないっていうかさ、あれはってあのイサミラケからのスペシャルとか未だに強いしさ、あれとかなんとかしてほしいんだけどね。はいはいはい、これはベクトルで取れ、いやアスラは相手ちょっとやだな。うわオラクルやばいな、点取られちゃう。アマタで来るかな。じゃあこっちで行こう。オッケー、はいはいはい、これで取って、これいけ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 、まあ、そんなとこですね、加工案に関しては。はい、ほいほっ、いけいけねー、やばい、あーやばいやばいやばい、あー会場、ちょっと待って、あーちょっと待って、あーちょっと今16時になったんですけど大丈夫ですかねこれ。はい、その後なんですけど、レートの増減が0だったからワンチャン、あー今の負けがないことになってる、危ない。はい、今回のレートはレートじゃない、順位は149位ということで終わりました。いやーもうあともう少しで2桁だったから取りたかったんですけど、マジで今回タワーきつかったっす。キャラもやばかったっすけど、ボーダーも今回高かったっすね。いつもだったら1500手前ぐらい入ってるけど、今回に関してはいつも通りで1600台ということで、なかなか厳しいタワーでしたと。はい、というわけでね、このまんま終わろうかなと思ったんですけど、ちょっとね前回ねこのまんま終わったら編成紹介はって言われちゃったので、ちょっと編成紹介していこうかなと思います。ちょっとするとね動画時間が長くなっちゃうんですけど、まあ要望があったのでちょっとそこら辺はごめんなさい。でちょっと紹介していくんですけど、まずクレイですね。クレイはアスラミカサシロウとなってます。まずアスラは初手で使えるようにオラクルを持たせてます。で増加ですね、増加とポイント開始時で、クスに関してはエリアを持ってます。でこんな感じで、まあ初手でとりあえず初手で使えるようにしていますね。で次ミカサ、ミカサはまあアスラとか、あとはまあニオーとかそこら辺を見てもらう係ではあるんですけど、あとまあセレナとかですかね。でまず交代時で、でクスの方が増加ルにしてます。まあループはしないんですけど、増加ルじゃないんでですけど、まあ少しでも回転を上げるために一応吐かせてます。
で次白なんですけど、白に関してはまあ一般的な感じですかね。まあ一般的というか自分回転上げるために交代時とスマ3にしてます。まあ、増加量にスマ3とかスマ13とかまあ人それぞれあると思うんですけど、自分はこれで使ってます。で靴に関してはDランクスにスマ無効を履かせてます。あ、毒無効は他のコートで使ってるんでそれの名残ですね。でエンブレムに関してはこのジャストで無敵エンブレムですね、これがあるおかげでアスラと白がまあ枯れにくくなってます。まあ、こんな感じですね。で次グラスなんですけど、グラスがミーヤとティナエレンですね。はい、でティナはまあリーダースキル要因でもあるんですけど、まあ、SS をつないでくれる要因ですね。弾類がめちゃくちゃ速いのでこのキャラかなり重宝してます。でラケットに関してはファナラケ持たせてます。これは偶然でもエビとかが出てくれれば柱にねジャストオーバーフルで当てることができるのでこれ使ってます。で靴に関してはドリンクゲージです。まあ、少しでも回転上げるためですね。でミーヤなんですけど、ミーヤはラインズマンミューエとかそこら辺をメタルために入れてます。で、ストンマークでもありますね。でシルビアでとりあえず封印対策をして、でスマさんをして、まあ、ロブレンとかよくされるのでロブレン対策してます。で靴に関しては見切りにしてます。まあ、これミラーとかの時に必須になってくるのでこれはいるかな。あとはセレナフラの時にも使えますね。でラストがエレン、エレンですけど、まあいつも通りですね、オラクルにDランクスで吐き抜き回復は一応ミクとかの対策にしてます。こんな感じですね。でエンブレムに関してはこれですね、逆境時で封印対策、セレナフランキアだとかセレナフランエクセとかそういったキャラの場合って大体ミラだけとか持たせることが多いんですよ。なのでそういった封印とかを対策するためにこれにしてます。で次ハードですね。ハードはルミエ1かアマタとなってます。まあ、基本的にまあもう1かで頑張る感じですね。でルミエはまあリーダースキル要因とあとギミック要因ですね。まず SS が生命線なのでシルビアとあとクセに関してはエリアを持ってます。で1かに関してはルチアに殺されないために一応増加量にしてます。あとまあループしやすくなるんでね。で靴はリーランクスに地面無効をつけてます。これがないとコードで死んじゃうので対策してます。アマタはまあストーム要因でもありますし初手要因でもあります。一応ねジャストでエリアとか持って初手のまあ VS 後継者とかそこら辺をちょっとやりやすくしてます。で靴に関しては見切りつけてます。まあ、クイックムーブとかエリアとかでもいいと思います。でエンブレムに関してはジャストエンブレムですね。これで初手のアマタを枯れないようにしてます。でラストは灼熱、灼熱はアスラ、アマタ、カルマとまあ詰め合わせ感はあるんですけど、まずアスラに関しては、まあ、オラクル、これ初手で使えるようにと、あと靴に関してはエリアを持ってます。まあ足も一応速くなってますね。で次アマタなんですけど、アマタはまあラインズマンエンブレムでロブレン対策でスマさんと、で靴に関しては見切りつけてます。で次カルマなんですけど、カルマはまあきついですけど一応アイリスとかを見てもらいました。でラケットに関してはこれアスララケットですね。相手の軌道をそのままギアショットして使えるやつ、ポイント開始時とあとはスイング 7% エリアを持ってます。でエンブレムに関してはジャスト無敵エンブレムですね。これアマタが枯れないようにとあとアスラも枯れないようにということでこんな感じにしてます。はい、こんな感じでした。ちょっと今回ね2桁入れなくて悔しかったので、ちょっと次回こそは頑張っていこうかなと思います。ここまでありがとうございました。お疲れ様です。